江戸小話、香の効き目。恋女房に死に別れた新兵、毎日思い出しては恋しがる。何としても今一度女房に会いたく、友達に相談する。何でも墓の前で飯盒香を焚けば会いたい者の姿が現れるって話だ。新兵教えられて早速薬屋に行き、それを買い求めた。が聞き慣れない名前なので飯盒香というところを飯盒炭と言って百文ばかり買った。墓の前で急いでこれを焚けば、あらあら不思議、墓がしずしずと動き出した。新兵秘密の焚き物の効果がてきめんに現れたと震えながら、なおも薬を焚き続ける。そのうち飯盒炭を全部焚き尽くしてしまったので、もう百文ばかり買ってくべようと我が家へ銭を取りに戻った。母親心配そうな顔をして、これ新兵、今の地震の時お前どこにいた？